画面の前の皆さん、こんにちは、ゴデズナです。ということで、今回はね、ボルクのベクシードっていう、普通のレアなやつですね。こいつを使ってチームレスマッチやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、この武器は、前回のね、NV4 のカースと違って、この ADS する速度がめっちゃ速くなるっていうね、クイックドロープラス、この元からなんか速くなる能力がついてるんで、なるべくこの ADS をね、こう覗き込む！ナイスキル！めっちゃ助かった、今のは。覗き込むのが速くなるっていう、この能力を最大限に活用していきたいところなんですが、よいしょと。中に一人いますね。まあとにかくこの覗き込みが早いことをね、最大限に活かしてやっていきたいですよね。こっちから来そう。オッケー。もうちょい来そうだけどね。いたね今。あっち行っちゃったかな。ああ、ちょっと足が速いから、僕はここの壁を伝っていく。オッケー。おお、登ってきた！マージか！びっくりした。カウンター行きましょう。あ、いたな。カモン。よいしょ、裏を取ってきた人はとりあえずやったんで、いるね。ちょっとローなんで隠れられない。固まりすぎやな味方。もうちょい周りを見に行った方がええかもしれんで。オッケーオッケー、ちょっとずつ前上げていこう。よいしょ、こういう時はね、こうちゃんと隅々からこうやって上げていく、じゃないと簡単に裏取られちゃうんで。そんな感じでね、隅々から丁寧にラインをじっくり上げていく、これが大事ですね。いやほんとね、このねクイックドロープラスさらにこう ADS するのが速くなるんで、逆にこうね、なんだろう、速すぎてね自分の目がついていかない時がある。見られたな。こっち来るかな。あっち行っちゃったな。あっち行くか俺も。あ、いらした一人。オッケー、ここで使ってみるけど、一人真後ろにいる。いたわ。オッケー、でこっちからも来そうだけど、どうでしょう。足音はめっちゃするんだよな。敵の UAV が接近。待って、この辺いる？まだまだいない？もういない？カウンター使いましょう。味方が一人やられそう。俺が助ける。やれる？ナイスキル、いいっすね。さあさあさあ、カバーするぜ。オイラはこっちから上げていきましょう。ピョン吉と。おお、怖っ。オーデン使っちゃいましょう。なんか似た格好の人いるよね。もう一人いなかった今。気のせい。とりあえず、またこっち側を警戒して、一人今いましたね。よいしょ。ナイスキル。やった。とりあえずアドバンス UAV 出ましたね。どうしましょう。使っちゃいましょうか。使っちゃいましょう。もったいぶってても、奥行っちゃった。あー！マジか、もったいないことした。向こうのスナイパーに気を取られてしまった。さあさあさあ。みんなキルタイムだぞ。頑張ろう頑張ろう。こっちからガンガン来。やったこっちから来るっしょ。あれ来ない、戻っていっちゃったな。ということで俺が攻めていく、攻めていく。待った待った待った。 OK、 ハーブね、やられるとこだった今の。体力とね弾薬全回復するって、ハーブね。今のはクイックドローの効果じゃない、だいぶ詰めてきてると思うから。 OK、 さあカウンター出して。やっぱカウンター UAV ね、このレーダーに映んなくなるって普通に強いっすね。赤点に映らないってだけで相当強い、マジで。ちょっと弾がない、弾がないのが心もとないが、敵の位置が全く分からん。マイマイマイちゃんって誰だろうね。俺やろ。味方やないか。味方と思ったら後ろに敵。こっちはガラキなのか、これガラキやな。おったな、だってやったかな。で、飛ばしたんご、またいらです。さあこっち行きましょう。 OK、 でここは建物の中に入っちゃいましょう。あれもうない。 OK、またリスポーン変わってないか。後ろの味方が見てる。多分あんな乾き。オッケー、また危ねえ。一回ここで体力回復してから。こんにちは。さすがに無理っすね。 SR なんで逃げましょう。敵の UAV。 やっていく。カウンター使って、多分またこっちから来るよね。オッケー、あれはしかと。こっちからも来そうなんだよね。 SR がいますね。オッケー、
ちょい詰めていこう。ちょっと待った、それは聞いてねえわ。そのあのバララはなんだっけ、名前忘れたわ。それラウさんとの音が、いやこの覗き込みの速さは普通にえぐいな。今のも反応できるだけで、てかやりきれるんですよね今の。だからめちゃくちゃ強い。うん、エームが合わないとダメなんですけどエームがね合ってないとお話になる。オッケー、いいっすね。ボルクね、そういえばそう、全然説明しやすいってたんですけど、強化パッチがねボルクの方入ったらしいんで、非常にね3発キルの射程が伸びたらしいんですけど、相変わらずお気に入りというか強い子ですね。このパおるんちゃう、オランダ、あ怖すぎんぞ。ハンター使ったんで多分見られてはいないはず。今分かってんの、やったやった、逆やで多分。さあこっち行きましょう。俺やろ、俺やろ、ユーグレスから稼働開始。ピョン、バーイSR にぶち抜かれていくってね。大丈夫か味方、俺も行くぞ。ナイスキル、いいね。こっちから来んじゃね、待て、どこ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 、あぶねー。今のやれたのは結構奇跡ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ果たしてこの武器の良さを説明できたのか分かんないですけど、とにかく覗き込みが早いんで、なんだろう、パッて回せられる人は非常に強いかなっていう。でそもそもねボルクが今回のパッチでアップデートが入って、3発キルの射程が伸びたらしいので、まあね結構使える銃なんじゃないでしょうか。ということでね、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。小手さんでした。What's up?